はい、こんにちは。赤いナーマスの野望パート8始めます。金山銀山収入増加、これいきましょう。我に続け。三好家が対面を追ってきました。農兵精錬、農兵のレベルが1上がりましたね。足利家と織田家がぶつかりました。これはどうでしょう。織田家が勝ちました。この城もらい受ける。黒田官兵衛隊が洲本城を落としました。淡路も平定しました。それでは徳島県阿波の国に上陸します。浮田直江隊が天霧城を落としました。この城いただくとし。長宗我部家が白地城を狙ってますね。ただ浮田直江隊が先に到着できるんじゃないですかね。これ6日で到着できます。先に奪いましょう。長宗我部に取られる前に上杉と同盟を組めます。締結しましょう。ただ12ヶ月しかできませんね。黒田官兵衛隊が徳島県の松水城に到着しました。松水城44日間かかりますね。ちょっと長いな。赤井直政隊は讃岐の国香川県の引田城に到着しました。強行で落としましょう。浮田直江隊が白地城に到着しました。長宗我部より前に到着できましたね。先に奪ってしまいましょう。長宗我部とは仲良くしたいんですが、相手の大名から敵視されています。どうしましたかね、これは。長宗我部とは仲良くして、毛利と大友の間で戦いながらうまくバランスをとってほしいんですが、淡路島めっちゃ魚が取れますね。漁村ばっかりや。取引を行いましょう。ありがとうございました。仏罰的面。仏罰的面、まさか怒りを恐れなさい。赤池じゃないでしょうね。一向一揆発動。織田家やったね。よかった。というか織田信長嫌われすぎでしょう。志果たさずして賞は終えられぬな。長宗我部元親が対面使ってきました。上杉謙信と同盟を結べました。徳川家康とも同盟を結べました。負けてやるわけにはいかぬ。赤井直政が引田城を落としました。次は蘇合城ですね。進むぞ。商いを始めましょう。商人がやってきました。松本ナス。ありがとうございました。赤井直政隊が蘇合城に到着しました。強行で89。厳しい。何が厳しい。兵糧が大丈夫ですかね。黒田官兵衛隊が松水城を落としました。登用できますね。三好正康と細川正幸。進め。黒田官兵衛隊が伊沢城に到着しました。強行で48日。白地城落としましたね。長宗我部に捕らえる前に落としました。浮田直江隊が3000人しか兵がいないので騎乗させましょう。わあ、台風が来て洪水が起きました。めちゃめちゃ被害食らってるやん。やばい。秋の収穫にも影響が出ますね、これは。そろそろ商業から農業重視でいきたいと思います。平坦管理、これはすごい。兵糧消費量減少中と部隊式上昇中、これはすごい。これを選びましょう。
あと災害に対する対策を取れるようになりました。どれが一番優先的に、洪水が一番起きやすいと思うので、洪水被害低下賞、これまず選びましょう。三好家の残りの城は蘇合城と伊沢城、そして桑野城のみとなりました。伊沢城にこもっていた敵兵が逃げ出していきました。伊沢城落としました。この城もらい受ける、進め。黒田官兵隊が桑野城に到着しました。68日かかりますね、強行で。やっぱり大名が立てこもってる城はなかなか落とすのに時間かかります。やはり台風の影響で秋の収穫が凶作となりました。兵糧の収入が少なくなりましたね。先月の収支です。蘇合城を落としました。皆活時を上げよう。かたじけない。赤い直政も騎乗させましょう。ああ、毛利家と大友家が戦いをやめたようですね。もうちょっとお互いで兵を消費してくれたらいいんですけどね。遠路行軍、これ行きましょう。行軍速度上昇と兵糧消費量減少大、これはいいですね。我が野望、何人たりとも止められぬ。桑野城落としました。この城もらい受ける。三好家を滅ぼしました。やったぜ。三好家の家臣を小西行長いますね。おそらく政治が高い武将が結構いるんですよね。小西行長、内政95、安井道頓89。この人は大阪道頓堀の名前の由来となった人ですね。道頓堀を作った人。そして三好康長82、篠原長房81。結構内政が高い人がたくさんいますね。武勇が高い、戦うだけ、そういう脳筋の武将だけじゃなくて、後方支援で内政を担当する優秀な武将がいるっていう、そういうバランスの取れた大名でないとトータルで戦争に勝つことはできません。いやー、三好家滅ぼしましたね。この畿内の方の三好家の方は電光石火で落とせましたけど、やはり兵数がだんだん少なくなってきて、四国に上陸した時に城を攻め落とすまでにちょっと時間かかりました。そしてその西の方で毛利と大友が戦ってくれたおかげで、大友家が九州の方に引き下がっているという状態ですね。ただ毛利家の勢力が大きくなりすぎると、いつかは毛利家と戦わないといけなくなるので、その勢力のバランス均衡を保つということが大事になってくるんですが、大阪部家に毛利家と戦ってもらって、どうにか毛利の勢力拡大を抑えてもらうという、そういう外交政策が必要なんですが、長宗我部家、相手の大名から敵視されています。外交で同盟を結ぶことができないんですよね。おそらく長宗我部家は元々の政策上、四国を統一するっていう政策目標を掲げてるんで、赤井家がこの讃岐、香川県と阿波、徳島県を取ってしまったので、長宗我部家としては何とかこの土地にも手を出したい、なので同盟が
組めないというような状況になっています。できれば赤池の今後の方針としては、この西の方面っていうのはとりあえず押さえておいて、東の方に勢力を伸ばしたいんですよね。和歌山県にある鈴木家、畑山家、そして京都の足利家、そして大阪の残る本願寺、これらの領地を吸収していきたい、こちらの方に兵を向けていきたいので、長宗我部とはできるだけ戦いたくないものです。ではこの辺で赤井直政の野望パート8終わります。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。